お嬢でーす。横動画撮るのめちゃくちゃ久しぶり。うち7月の頭ぐらいにめちゃくちゃオレンジ髪にして、もうそれが色落ちしてるレベルだから、オレンジ髪の時は10回もロング動画撮ってないんだよね。やばくない？だからもうオレンジの姿残せてないんだよ。ショート動画見た人ならわかると思うんですけど、うちもともと研磨みたいな色味だったんだよ。でそこからイメチェンと返して日向翔陽みたいなオレンジ髪になりましたっつってあげてたのに、その日向翔陽の色落ちがまさかの研磨戻ってきたー、金髪に戻りますよーとは聞いてたけど、まさかなんかまた研磨みたいじゃんと思ってえ、なんか回ってんだね。ということで本日はハイキュー10周年記念グッズ開封。私はこの日を待ちわびていたぞ。10周年記念プロジェクトなるものが発表されたんですよ。でそのうちの一つがグッズ販売です。もうえっくりの来ましたね。ねみんなね、もうとんでもない量かつ全て需要のあるものなんですよ。受注販売なんですよこれ。受注販売だから先着じゃなくて、もうほんとゆっくり期間内に注文すれば届きますよという、急いで買う必要はなく、期間内に買えば、絶対届くわけじゃないですか。だからうちは迷いに迷いましたね。締め切りが6月9日とかだったんだけど、6月9日の23時57、8分に注文しました。ギリギリやないかマジでそろそろ開けたいと思います。ああ開けます。やば、待って、やばい。今回のグッズ総額5万円です。今買わなきゃいつ買うんだい。絶対後悔するってレベルだったから、思い切ってうちも買いました。経済の回し時はここだったんだよ。あ、じゃあ開けます。もう黒いの見えてるよね。じゃーん、1個目、カラースノー高校のジャージ XL。 ハイキュージャージって昔からさ、なんか売られてるじゃないですか、アニメートさんとかで。でもやっぱ10周年記念で出たジャージだからさ、買わずにはいられないよね。で、まあ、今回服類結構買ったんですけど、全てサイズは XL にしました。うち、まあ、普通にダボっと着たいっていうのもあるんですけど、まあその等身サイズで着たいというか、男の子なんで多分みんな XL でしょ。でも日向とかに関しては、まあ、男性用 M とかそういう可能性もなきにしもあらずだけど、やっぱりあのカラスノって日向だけじゃないじゃないですか。でっかいツッキーもいるし、あの影山くんトビオだっているから XL にしてみました。めちゃくちゃいいんだけど、やばい、待って見て、はい、もうね、とにかく質感がマジスポーツ用品って感じ。あのゼビオとかに売られてる、もうツルツルサラサラ、空気通りやすい感じで、いやー見てー、カラスノ高校配球部っていうこのプリントがめちゃくちゃ綺麗、超デカデカで綺麗でさ、これぞ公式感があってめちゃくちゃいいです。ちょっと一回着てみようかな。やばー、待って、ちょやばい、なんかでかくね。ブカブカすぎて着れないレベルになったらどうしようと思ってたけど、マジちょうどいい。身長比較的ちっちゃくても、なんかワンピースみたいになることはないね。なんかめっちゃいいんだけど、なんかちょっとなんかやっぱこのブカブカ感、夢女マインド入っちゃうかも。警察にカラスのメンバーを下の名前で呼びたくなる。ただしさっきはありがとね、まさかあんな上から水かけられるなんて思ってなかったけど、ただしのおかげで風邪ひかずに済みそうだよ。これ明日洗って返すねみたいな。オフィシャルジャージって感じが、もうめちゃくちゃいい。次、やばい、次、じゃーん、袋谷高校のジャージです。やっぱりこの袋谷ジャージはマストやね。あ、待って、最高かも。でも本当にいいんだけど、どうしよう。すごいサラサラで絹のようシルクロードですかね。後ろのこのロゴプリントが良すぎる。めちゃくちゃ綺麗に印刷されてて、待って、かわいすぎる。自分が着てるところをさ、今こうやってまじまじと見ると、なんかやっぱカレージャーってよりかはマネージャーになった気分。そこドリンク足りてる？お疲れ。最近打率低いね。どうした？話聞こうか。マネージャーになれる。マネージャーなったわこれ。次、ラストジャージ、これね、色でわかる、レコマ高校ジャージ。でまあ、うちの中で配給3個を選ぶならって言われると、フクロウダニカラスの猫マっていう感じになっちゃうので、今回のジャージもその3個にした。で、じゃーん、やばい、これもういい。なんかうち思ったんだけど、今回のジャージさ、なんかどれもロゴがめちゃくちゃでかい、でかくプリントされてる気がする。おお、うわー、いい、なんか研磨みたいだね。顔見ないで、顔は見ないでよ。めっちゃ研磨っぽくね。終了。研磨っぽい。結構ブカブカだからね、これ多分研磨できると思うんですよ。あれ、あ、できた。あの、わかります、どこか、あの研磨ね。鼻赤くない？今やった時鼻めっちゃ潰されてる。
あの剣馬のジャージだいぶでかいぞ。お間違いはございませんか？ごめん、剣馬が顔ちっちゃいんだ。わかった。猫マジャージ買った方はみんな剣馬チャレンジしてみましょう。次、ユニフォームです。ユニフォーム今回1個しか買わんくて、赤足のユニフォームを買いました。待って、感動しちゃって今泣きそう、マジで本物すぎて、なんかめっちゃ感動してる。うろ覚えなんだけど、だいぶ昔にユニフォームが多分公式で売られてて、うちそれめっちゃ欲しかったんですよ。赤足のユニフォーム売られてたのね、こういうのが。めっちゃ欲しかったんだけど、多分中学生の時とかだったから買えなくて、もう本当に悔しい思いをしたのよ。喉から天使観音が出るかのように。こうやって今大人になってさ、自分のお金で推しのユニフォームを数年越しにゲットできるという。気づいたことがあるんだけど、黒の部分ここあるじゃんか、黒じゃないの、わかる？このあの黒じゃないんですよ、グレー味がある黒で、だからめちゃくちゃ袋なり感すごい、解釈一致。ほら見て、この赤足のヒアと見比べて、本物だよ本物。しかもね、ユニフォームも XL にしたのよ。あのめちゃくちゃぴったり、うちぐらいの体型の子はXL がいい、絶対に。やっぱ余計にさ、他のキャラのユニフォーム買えばよかった。次！ということで、服類は以上。今からは、タオルです！横断幕タオルというものが販売されたんですよ。で、今までグッズ化されてきたものってメインの高校だったじゃん。でも今回のこの横断幕タオルに関しては、もう、めちゃくちゃいろんな高校がラインナップに入ってます。最高でした。全部で19校だって、やばくない？19個！まさかのね、今までフォーカスされなかった、あの高校のタオルも出るのっていうのが多くて、マジ運営さんに頭上がらない。ラインナップ言っていい？烏野高校、青葉城西、猫間、常滑、伊達校、白鳥沢、袋谷、産川、新前、大宜味並、角川、常禅寺、枠南、稲荷崎、かもめ台、伊達山、椿原学園、猿川工業、野辺美学園、なんじゃこりゃ。で、しかも今回の10周年記念にね、今まで横断幕が出てなかったチームの横断幕が初めて公開されたのよ。初公開プラス横断幕タオル販売しますよ言うて、ほんま最高。10周年ほんまに、うち全校のタオル欲しすぎて、グッズサイト飛んでまず初めに19枚のタオルをカゴに入れたのよ。そのレベルで欲しかったの。欲しかったんだけどね、いろいろ切り捨てなきゃいけないということで、いろいろ絞りました。結果何枚買ったんだっけ。横断幕タオル8枚買いました。19分の8やからな、もう割と買った方じゃないでしょうか。で、買った高校それぞれ、じゃん、カモメ大高校。いや、カモメ大は絶対に買うって決めてたね。映画第2弾やるじゃないですか。で、またその映画に向けてね、いろいろ持っていきたいんで、週刊は第2の転生なり。素晴らしい。素晴らしい。心に刻んでください、みんな。マジで、ね、もうほんと映画楽しみなの。カモメ大のオタクしたいんだよ、うち。あんま言ったことないんだけど、カモメ大に推しがいるの。昼神幸郎くんです。はい。昼神くんは初登場時からめちゃくちゃ好きで、なにこの、おかん。これからね、カモメ大の映画始まったらね、ひるがみくんつって、ひるがみくんのオタクもね、させていただくと思うので、ほんまに楽しみ。よく聞かれるんですけど、赤足ってなんか採用しか何って言われると、もううちの中で決着ついたんですよ、これ。殿堂入りっす。マジで。もう赤足は殿堂入りした上で、いろんな他の推しがいるって感じです。うちの中で決着つきました。そんな感じでみんな認識お願いします。2個目。じゃん、白鳥沢学園です。強者であれ。はい。若年くんが達筆したっしょ、これ。若年くんが入学したぐらいに、横断幕新しくちょっと文字書いてくんないみたいな感じで頼まれて、袴とか着ちゃって、正座しながら、でっかい筆で。で、できたのがこいつってわけ。次、じゃーん、カラスの高校通るで、じゃーん、いいね、王道で。カラスのタオルはもう今までも、いろいろ販売されてきたイメージが。次、伊達工業です。うん、伊達工だとモニアさんが大好きなんだよ。じゃーん、わーかっけ、伊達の鉄壁。じゃーん、稲荷崎高校。思い出なんかいらん。これも北さんが達筆してたら美味しい。袴着て正座してちょっと意味厚いのがね、いたずらしようとして、北さんの字汚くさせようやみたいな感じで企んでね、そろりそろりとこうね、いたずらしようと近づくんですけど、北さんは背後に目があるので、アツム、オサム見えてんで。これ俺が引退した後も使う弾幕やねんけど、北
い字でもお前らそれ使うんよな。恥ずかしいな。強豪の稲荷崎が汚い横断幕飾ってたら舐められるな。で二人とも絶対いやー、すいませんでした、そういう想像しちゃう。じゃん、一級入魂です。今度仙台の配給店行くんですよ。だからもうこのタオルとかいろいろね、やっと配給店に持ってきます。あ、そう言いたかったのマジでね。うちさ、この間配給店行ったんだけど間に合わなかった。服が本当行った後、その配給店行った後に家に届いた。本当にねおかしいなって思ってたんですよ。なんか他の人はめっちゃ早めに届いてるのに、なんか自分全然まだ届かないじゃんみたいな感じでめちゃくちゃ焦ってて、でなんでかなって考えた時に、うちってギリギリに注文したじゃないですか。だからやみ、お前それや。だからちょっとまあリベンジマッチということで仙台もねちょうど行くんで、その時に来ていこうかなって。これを配給店に持っていくんだーい。持っていったお。おうおう、次青葉城西です。やっぱね青葉城西は買わないと。コートを制す。この数年間の間この大玉何回脳裏に焼き付けたか。ラストじゃーん、ネコマゴーゴーダールでーす。つなげー。うちずっと映画の余韻浸ってるからさ、最高だわ。やっぱ推し校の横断幕ダール1枚持ってたら、そのイベントとかでさ、推しの等身大パネルの前とかでこうやってこうね写真映えするし、1枚は絶対持っとくべきっすね。はい、ということで今回10周年記念グッズの購入品紹介でした。もう供給してくださってありがとうの気持ち、もう今回実物手に取ってみてめちゃくちゃもっと欲しくなったんで、次の配給店でね追加でまた買うものをまた選びたいと思います。ということで今回の動画で以上となります。こちらの動画がいいと思ったらグッドボタン、こちらの動画が悪いと思ったら低評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。お父ちゃんでした。バイバーイ。次の動画もお楽しみに。